はい、どうも、ゴーヤンです。今回はですね、こちら、にゃんこ大戦争の11連で超激レア確定のイベントがやってまいりました。前回ね、ダークヒーローズできておりまして、その時に引いてゲットした忍者をね、ずっと使ってるんですけども、ずっとね、この超激レア確定の演出を待ってて、猫缶を貯めてました。で、3000貯まってれば、もう一気に22連行こうかと思ったんですけど、今、2615しかないので、とりあえず11連行きたいと思います。で、今ね、来てるのがこちらのギャラクシーギャルズと、ずっとね、春のイベントで限定でやっておりますイースターカーニバル。この2つなんですね。で、どっちやろうかすごい迷ったんですけども、やっぱり限定の方をね、やっとこうかなということで、こっちを11連行きたいと思います。行きます。持ってないやつ猫ボクサー。ほう、お、猫魔剣士、ブリキ猫、お、なんじゃこいつライジングさん踊っとる。猫ザイル。これ、ちゃんと許可取ってるんですか？猫ザイル許可取ってます？ちゃんとエグザイルに。エグザイルさんに。猫ロッカー。ほう。そして、猫海賊。お。猫サーファー。プラスワン。猫ガンマン。もうプラスワンか。お、猫番長。これもプラスワン。おお。限定の子出ましたね。イースターヌネコ。ほう。で、お、剣心の方が出ましたね。上杉剣心春。天使を 100% ぶっ飛ばすと。こうね、上杉剣心春か、道化師エッグダックが、まあ、限定キャラやったんですけど、まあ、他にもね、超激レア、多分出るんですかね。うん、でもレアキャラと激レア者が書いてないんで 100% 出るわけではないのかな。まあでも限定のキャラが出たんでね、良かったと思います。こっちの方がね、尖っててね、良かったんですけど、まあ全然こっちでもいいです。まあでもやっぱね、超激レアやっぱ普通には出ないですね。結局確定の1体しか出なかったんで、でこれ前回もね、確か超激レア1体しか出なくて、まあでも前回より激レアがね、結構いっぱい出てくれたんで、それは良かったかなと思います。皆さんもね、1500以上猫缶ある方、もしくはね、課金されてる方ね、全然この限定イベントは狙っていってもいいかなと個人的には思ってますので、ぜひぜひね、回されてみてはいかがでしょうか。ということで、こちらの動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねボタンを、他の動画も見たいかな、見てあげてもいいかなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは。